休職中に清掃の副業をしていました三重県四日市市によりますと都市整備部幼稚課に所属する男性職員は病気で休職していた今年7月からの3ヶ月間自動車メーカーの工場で清掃のアルバイトをしながら35万円ほどの収入を得ていました地方公務員法で禁止されている副業にあたり市の聞き取りに 生活費のためだったと説明しているということです四日市市は信用失墜行為にあたるとして今日付けで定食3ヶ月の懲戒処分としました